MRG 語り場です。今日は2008大分国体優勝の神崎清明高校さんの演技を見ます。はい、え、何、いいよ、いい、あ、こんばんは。セブン MRG さん、はい、こんばんは。こんばんは。あ、葵くんこんばんは。まさやさん、まなとくん、あ、かずまさんこんばんは。あ、葵くんルキアくん、ルキアくん、アナグラムさんこんばんは。あ、せいやくん久しぶりな気がする。あ、本当にこんばんは。堀野さんこんばんは。あ、ひなたくんこんばんは。昨日ありがとうございました。ぼよこぼよこさんこんばんは。あ、シルエットさんこんばんは。久しぶりです。ありがとうございます。あ、せいやくんこんばんは。みのさんこんばんは。あ、にこにこさんこんばんは。トムヤムくんさんこんばんは。あ、まさきくんこんばんは。そうそう、あ、窓開けっぱなしだとね、うるさいからね、はい、そうだね。あ、すごいね。ニコニコさんこんにちは。あ、ちょっとだんだんついていけない。国体できたらいいです。まさきさんこんばんは。あ、国体できたらいいですね。あ、国体復活です。復活です。復活しました。しましたよ。そう。あ、岩井拓翔くんだ、はい、決まりました。でも2023年の佐賀総体、はい、そうじゃないや、佐賀国体から、佐賀国体から再開です、はい、いいですね。で、今日はそのためのお祝いじゃないけども、はい、拓翔くん、あ、いや、こんにちは。先日はもやい結びさんこんにちは。はい、昴生くんかな、あ、ゆうとくんこんばんは、はい、おめでとうございます。なおさんこんばんは。こんにちは。みきさんこんばんは。あ、かなえさんこんばんは。はい、はい、それでは言うのが忙しくてそれでは今日はじゃじゃじゃ、はい、先ほども触れていただきましたが、国体復活したと。いや、今日聞いたら決定じゃない。え、そうなの？いやいや、そんなことないよ。本当？いやいや、決定だ、決定。いや、今日聞いたら決定じゃないみたいですよ。決定って言って。え、決定って言って新聞に出たんだよ、ね。新聞で出てた。あの、ほぼじゃないや。ほぼ決定。まあね、何になるかわかんないからね。まあね、何が起こるかわからないけどね。そうそうそう。あ、はるくん、こんばんは。はい、それでは経済危機が起こるかもしれないし、そうだね、何が起こるかは分かんないとはいえ、あの、決まったと決まったよね、はい、ほぼ、はい、ほぼですね。いや、ほぼかな、ほぼなのかな、ほぼ決定ほぼですか。決定じゃない、決定だと思ってるよね。今日お祝いからしてきたもんね。そうだね。はい、はい、で後で言いますが、驚いてください、はい、じゃあ2008大分国体を今日は見ます、はい、そうですね。まずメンバー紹介、この時は間違えてたら教えてください、はい、5人団体だったんだよね。そう、はい、5人ですね。で、まず一番左がちょっとわかるかな、はい、石井克也さん、はい、だと思ってます。だと思います、はい、今シルクですね、ラスベガスにいらっしゃる、はい、すごいメンバーで、はい、花園大学行かれたんですよね。はい、そうですね、はいはい、そしてで真ん中が、はい、田原くんの弟さんですか、はい、田原まさきさん、はい、そうなんですよ。まあ、この時も出てらっしゃったけども、沖縄総体の時の個人がすごくてね、うん、今でも覚えてる。あ、タンプがめちゃくちゃ速かったの。あ、タンプがね、強い、そう、強かったんだけど、ね、はい、はい、そして田原ジョージさん、はい、ジョージですね。今は、J スタイルという体操教室をやって、はい、主催してますね。でも彼もシルクでね、最初の花園大学からシルクドソレイユ、はい、ワンですね、ラスベガスでワンで一生懸命活躍しました。そう、なんかね、モノレールみたいな乗り物に、そうなんだよ、タバル君の絵が描いてある。そう、ラスベガスってモノレールが端から端を通ってるんだけど、うん、あ、じゃないか、で、それのこれはなんだっけ、ここに泊まったホテルなんとかってホテルがあるんだけどなんだっけ、あの3ホテル分つながるホテル、そうそうそう、あのモノレールがあって、で、そのモノレールがラッピングカーになってて、で、そのラッピングカーがそのラスベガスのワンのラッピングカーの絵が描いてあって、その中でのセンターにね、そう、サバル君のモデルの絵が描かれてました、まあ、かっこいいからね。写真も撮ってきたんだけど、どっかにある、まあ、どっかまたやりましょう、はい、はい、で、その続いて、そして久野直也さん、かわいいね
久能さんも花園大学。あ、そうでしたね。はい。人選手、みんな花、個人選手でしたね。そうだったね。花園の時はね。田村君も花園だから、みんな花園なんだね。みんな花園。おあ、そして、はい、木原君だよね。これ木原君で合ってますかね。木原君だと思います。全然イメージがわからないんだけど。木原君は福岡大学。はい。ね、木原君がいるはずなので、きっともう消去法で木原君、そう木原君かなっていう感じですね。はい、あ、タクトさんこんばんは。間違ってたら関係者の皆さんぜひ教えてください。池上君、あ、池上君、あ、こんにちは。今度じゃあ国体やろうか。そうですね。はい、ということで2008大分国体優勝ですね。はい、神崎清明高校の団体演技です。はい、最後の国体、そうですね、最後の国体でした、ね、でこの当時は九州っていうと組技がすごい全盛で、うん、あの小林と神崎でこの高さを競い合うみたいなところで、すごかったんです。でインターハイはね、どこだったんだろう、あ、埼玉だ、埼玉インターハイで僕見てなかったんですけども、うん、あの小林が勝って、でさあ小林の三冠が大分国体でなせるかって言ったところで、6人じゃなくて5人になったって言った時です。うん、はい、でこの神崎清明はそのインターハイの、組を、6人から5人に減ったのにもかかわらずやり通したっていう ね、 すごいね、すごい、すごいです。そう、本当はこれ見せ場が、そう6人団体見せてからこれ見た方がよかったかもしれないけど、あ、はい、でも、はい、まあ、5人で三段タワーをやるっていうところがね、とても見ごろです。国体はもともと6人だったんですか。そうです、ですよね。この年だけその規模縮小って煽りを受けていて、でそこからね男子にじゃあそのぞかれちゃうんだけど、その一歩手前で人数を減らすっていうことで6人から5人になった、ね、でもそのおかげで6人から5人になったおかげ、あ、それ今日光君見るけどさ、確かにいたよね、あ、そうだね、うん、6人から5人になったおかげで茨は国体に出れたんですよ。茨が確か4人しかいなかった。あ、そうなの。そうで、そこに確かに日上君が入ってきて5人になって、青山、青じゃない、あの茨城県じゃなくて岡山県で出れた。あ、そうなの。だと思うよ、うん、僕初めて見た感じだけど、そうだから、あの当時はもうだから僕そのインターハイしか見てなかったんで、うん、あのインターハイには茨城が出てなかったんで、うん、岡山が新体操強いって知らなかったんだよね、うん、で結構ゆとりを持って岡山の5人団体見たらグーってこうね、そのめり込むような、うん、あの遠藤龍馬くんの龍馬くんのね、そのすごい短文があって、はい、驚きました。合ってます、合ってますか。合ってたら何かコメントお願いします。すごい記憶だけで喋ってます。印象的でした、はい、ね、というすごい中で、はい、ということで、はい、最後の国体で小林の三冠を阻止した神崎清明、しかも5人団体で、三段タワーをやってしまう、組がね、はい、はい、あのこの2番目にいる、田原君の弟の正樹君のすごい技が、その三段タワーの中の真ん中にいて、うん、だから下は支えられて足腰震えてる中で、うん、三段タワーの真ん中にいて、上のね三段タワーの上をぐるんぐん回しちゃうっていうね、もうね、そう、彼の足腰は体幹はどうなってるんだっていうのをね、今改めて見ると思いますけども、あのぜひ最後に出てきますので、最後ですね、驚いてください、はいはい、絶叫も入りますね、たくさん見せ場がありますね、はいはい、あります。あ、マキさんこんばんは、はい、それでは見ましょう、はい、よいしょ、行こう、タマル君かっこいいやね。あ、こんばんは、こんばんは、純平、純平さんこんばんは、はい、2008年の大分国体の、神崎清明です。最後の国体の優勝チームです。こっちにして、もう消えちゃうぐらい飛ぶんだよね。すごいね。でこの2段の跳躍が上下で重なるのもかっこいいよね。あ、来たね、来たね。
チュームだから昔のこう強い新体操を彷彿させますよね。いいよね。まあ、お若いよいよ入力が。これジョージ君じゃないかな。うん。ジョージ君もターンターン強いんだよね。で腰を痛めてるんだよね。でもやっちゃった。すごい綺麗だねみんな。ねえ、さすが生命体。そう胸を張っててね。先頭も食べてるかな。この当時のやっぱ独特のこの雰囲会場の雰囲気にありますね。終了来たね。瞬間的な体型変化もいいよね。あ、こんばんは。いつも、あ、こんばんは。こんばんは。もうじき5人でやる三段玉が出てきます。5人で三段ってね。これ最後これ足が外れちゃうよね。声がつ、あ、このタンブなとだめ、確かね。組むんだよ、ここから組むんだよ、組むんだよ。あ、ここで組んで、ここからどうするの？で、これで、これくるってますよ。すごい、そこからさらに。全然違うって。ゆうやくんだ。ちょっと絶叫するね。絶叫なんでしょう。いや、何が起きたんだろうって感じ。そうそうそう。あの、今でも中山先生はまさきくんっていうらしいんだけど、まさきがいたからできたって未だに言うんだよね。あの真ん中で引っ張り上げて、引っ張り上げて、ぐるんぐるん。まあ、下で支えるのも大変だけど、あんな上でさ、ぐるんぐるん回すんだよね。すごいね。ちょっと最後の落ち方も落ち方もすごい。すごい。そしてすごい点数が。そう。で、はい、19.125 で、ちょっとね、個人のね、得点も合わせてなんだけど、まあ、勝ちましたって。ねえ、素晴らしいですね。はい、という演技でした、はい、ということですね。はい。うん、すごい、はい、一応これがあの最後の国体の、優勝チーム、個人戦、ね、あ、団体戦で、いろんな人に聞くと国体は特別なルールで見る方も面白いですよって言ってましたね。あの、個人戦団体戦って分かれてるのではなくて、個人と団体がごちゃごちゃになって採点する、合計点なんですよね、うん、あんまりルールよく知りませんが、よくじゃないけど、とにかくだから個人も頑張らないといけないという、うん、そう、個人も頑張る、うん、で、難しいのが、ね、要は団体はまだね、一個でやるのでうまくこう隠しながらやっていけばいいんだけど、うんうんうん、個人戦は4人出るのかな。そうだ、4枚揃えなきゃいけない。4種目やるってこと。そう、4種目やるんだよ。そう、うん、なので、そのチーム力っていうかね、その、うん、体操っていうか新体操の競技力もこう高まっていくのかなっていうふうに思いました。人数ね、選手揃えるのが大変、うん、そう、大変って言ってましたね。個人もやらなきゃいけないし、ね、うん、という楽しいルールの新しい新体操があと4年後4年後ですね。23年からです。はい、今の中学2年生以下の方が出れる。そうだね。でもリオのオリンピックが終わった時に、うん、あ、東京オリンピックまだあと4年だなと思ってもうじきになってきたから、うん、結構やめたっていうのかもしれないね。あっという間でしょうね、はい、きっとすぐ通しておっちゃうよって感じ。はい、と言ったところで、はい、ぜひ皆さん頑張ってください。はい、以上です。はい、はい、じゃあ今日は2008、あ、あともう一個やめないじゃん、この間関係ない九州総体で、あ、そうそうです、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、九州総体5連覇ということ で、はい、ね、で個人は、ね、鹿児島の森園総監、
すごい来たね。はい、はい、写真載っけましたけど、なんかさ、ますますなんか男らしくなってきたよね。うん、なんかもっとね、うん、大人っぽくなって、うん、楽しみですね。演技があったのが中学生の頃だった、うん、ではね、ジュニア的に一緒に写真撮ってもらいましたね。ね、はい、楽しみです。はい、本当にね、あちこちでこうジュニアの選手もたくさん、はい、あの育ってますし、そうそう、タワル君のやっている、あ、そうそうそう、あのスポーツクラブのお知らせを少ししようと思ってましたね、しようと思ってます、はい、先ほど言っていた、神崎生命の2008年のキャプテンだったタワルジョージ君、どっか行っちゃった、ちょっと待ってください、あ、すぐね、うん、はい、出ました、はい、はい、が今やってる、あのシルクで活躍していたんですけども、はい、こちら、はい、J スタイルオフィシャルということで、体操教室やってますと、大人の方のなんかそういうのもやってるんじゃないかな、はい、はい、元シルク・ドゥ・ソレイユパフォーマー田原ジョージが教える体操教室、大人の筋トレなるほどね、という、あの、いろんな会場でやってるそうですので、ぜひ、はい、すごい、小さい子供さんも、今日は珍しく息子が起きてるので初めて一緒にライブを見れてます、まあありがとうございます、岩子さん、いや、ライブって言うのは神崎の演技みたいな、ね、神崎の演技見てますそうですね、はい、まあ、そうです、はい、いい演技を渡りに行きたいなと思ってます、はい、あー、ね、みゆちゃんかな、のほこさんって放送のためだけに、いやいや、違いますよ、ですか、あ、今日はたまたま今日ね、飲み会だったんです、お出かけ、今日はお出かけしてそのまんま来たので、何のお出かけかは、着物です、何のお出かけかはまた後ほど、でもね、これ始めた頃はわざわざこのためだけに着物着ましたね、来たっけ最初の3回ぐらい、もうやめてます、ちょっともうやめてます、無理無理無理ってね本当だ、はい、こんな感じで今日は飲み会帰りで、今日はそうですね、そのまんまです、はい、ありがとうございます、気づいていただいて、はい、あの着物を着る人にとってはちょっと邪道ですけど、 T シャツにしてますから、ね、結構いいね、これね、 T シャツ楽でいいね、赤結構目立つね、そう、目立ちますね、はい、はい、ということで、はい、はい、ちょっと明日はちょっとまたこれから考えます、うん、そうですね、ね、はい、あの小林とか小林アルジーとか行きたいかなと思ってますが、ね、また、はい、告知します、はい、準備次第で、準備次第です結構行き当たりばったりなの でごめんなさい、なかなか、はい、どこで雇うか専属のなんかコーディネーター、そうですね、はい、皆さんお越しくださって、はい、ありがとうございます、はい、あー、エースケ君こんばんは、ね、今来たみたいなすいません、シルエットさんも忙しいところありがとうございます、ねるねる君もこんばんは、ごめんね、もう終わるよはい、あ、アンパンチさん、はい、またこんばんは、録画しますので見ておいてください、はい、見てください、すいません、はい、今日は神崎生命の2008年の大糸を見ました、はい、そうですね、はい、いろいろホームの方にもあの写真とか載ってますので、あともったてくんの演技とか、はい、そうそう、あのいろんなものを順次騒いでいきたいと思います、順番バラバラに載せてますので、はい、またご覧ください、はい、それでは、ね、はい、それではおやすみなさい、はい、おやすみなさいと思ったけど今ね、うん、あの久能さんが来ました。あ、来たの？今いや、叫んだよ。終わりました。出場者ちょっと間違えてるかもしれないから、はい、後で教えてください。ちょっとまた教えてください。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。